山川穂高が不起訴処分も西武に居場所なし、中日に電撃トレードか、球団が総合的に判断してコンディション再調整と説明してすぐに登録抹消に、5月23日に書類送検された。一軍でのプレーから遠ざかり、現在は三軍の選手と共に練習を続けている。勝手な意見かもしれないが、もし他球団へのトレードとなる場合は、戦力的に不足している地優に千ドラゴンズがいいのでは、長距離砲が欲しい点では補強ポイントに合うと思うが、ビシエドなどのレギュラーとの競争が必須な点や DH がないので、併用ができない点がネックになりそう。不祥事は許されないが、みそぎをさせてつつぜひチャンスを与えてあげてほしい。山川選手は、きっと巨人が獲得するだろう。もし仮に中日ドラゴンズに移籍しても、次の年には不保、そしてもっと高年俸のチームへ移籍していくことが、想像に難くない中日には、彼をつなぎ止めるような資金力も、到底ない近年日本一、リーグ優勝に遠遠い巨人としては、優勝するために山川選手の力は魅力的だろうし、簡単に他球団には移籍させないほどの資金力もある。そして何より在京球団であることも山川選手にとっては魅力的だと思うが、お金をそれほど必要としない。根本的な改革をするわけではない。とりあえず目先の勝利を得られればよいのであれば、中日が山川を獲得しチームの目玉とするというのも一つの手だとは思います。松井監督と立浪監督の間で水面下で話し合いが持たれているかもしれませんね。フリーエージェントで巨人やソフトバンクが欲しがっても驚きません。中日は戦力的には欲しいでしょうが、そもそも監督が反社との交流が噂されてた人なので、清原氏の入閣とか山川選手の獲得とか、これ以上曰く付きの人を集めるのは勘弁してほしいというのが一ファンとしての意見です。地道に今いる選手を鍛えてほしいです。他球団移籍ならセリーグだろうな。西武がいるパリーグだと風当たりも強そうだし、巨人阪神だとマスコミ圧力が強いから、戦力バランス的にも中日あたりが一番ベストなんじゃないかと思うけどね。プロ野球界を盛り上げることを理由に、税金が払える程度の年俸で、1年だけでも良いから中日に移籍してくれないかな。中日には山川選手とまともに契約する資金源がないから、せめて1年間だけでもほぼただ働きの報酬で、最下位で低迷するチームに活力を与えてほしい。中日派12球団で最も打力がなく、山川選手にマッチする。ちなみに、米は食べても大丈夫な条件にしてください。関係者の意見では、不起訴は想定内と言えるが、西武にとって山川の扱いは非常に難しい。不起訴になったとはいえ、既婚者であるにもかかわらず、不倫行為をして女性とトラブルになり、刑事告訴されたという今回の一件は、女性ファンを中心に嫌悪感が強い。ファンの声に耳を傾けると、山川の復帰にアレルギーを示す反応が少なくない。親会社の西武ホールディングスもコンプライアンスに厳しい姿勢で知られています。現場とすれば今季中にも一軍復帰してほしいでしょうけど、ファンの理解が得られないまま一軍に復帰することは難しい。一方で不起訴処分が発表され、西武が山川を契約解除することは考えづらい。一軍で今季中にあと17日間プレーすれば、国内保険を取得できる。シーズン終盤に復帰して保険を取得し、行使するという選択肢が考えられるが、他球団の編成担当は否定的な見方を示す。